るものは何？魔法じみた言葉ありき、しかしもおかしくもない、ただ単にそうだっただけ。空気感を感じるかい？そこが君の居場所、僕はここにいる。何もしなくても良いこともある。自分の身は自分で守る。当たり前に響く、響かない人とは動かない。そろそろヤバく、この辺りでおちゃらかに、サイサイのサイ。言葉遊びもそのくらいにして、何でだろうと問う。それはそうだったんだぞと答える。いろんな出会いがいろんな景色を見せてくれる。大変なことがさらにそうだと、そうだと言えることがそうだと、内なる景色が道を作る。出会いが分かる、分かる、告げることの方が大丈夫かな。人生も折り返し地点を遡る、折り合いのつかない人もこの頃で、ただありがとうと別れを告げた。無くなる答えと謎を残し、ここから立ち去った後のことだった。出会いや別れの先にあるもの、自分を動かしているのは自分、それを裏切らないように、そう告げて姿をくらました。なんお父さんもなく、明日の余裕など多分何もないが、同水まであと半分の命しかと受けるよ。ただ待ってる、救われることのありがたさ、しかと胸に刻んで、これででもかというくらい、そしてつながっていく、過去の伝説たちのように。